皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。前回階級制アスリートの減量のコツについてお話をさせていただきました。今日はその続きになりまして、階級制アスリートの水抜き減量ありかなしかというテーマでお話をしたいと思います。よろしくお願いします。水抜きなんですけれども、階級性のあるスポーツをされてる方って、実践してる方って多いと思うんですね、現場で。まあ、なぜするかというとこなんですけれども、前回もお話ししたんですが、減量期間っていうのは長くとって、それでゆっくり徐々に減らしていく、減量していくっていうのが、パフォーマンスを落とさずにできる減量というお話はしたんですけれども、やはり精神的なストレスというのは大きいと思います。食事制限をしながら日々の練習に励むというのは精神的にもきついと思います。ですので、短期間でね、減量というのを望む選手というのは多いかと思います。試合前に行われる体重の計量に向けて、数日から1週間程度で短期間で体重を減らすことを急速減量というふうに言うんですけれども、この急速減量をするときに水抜きをする選手がいるかと思います。この急速減量なんですけれども、パフォーマンスを落とさずにする方法としては、減量前の体重の 5% から 8% を目安に減量するというのが推奨されています。ただこの水抜きなんですけれども、やはり注意することというのは多くて、過度な水抜きをした時に起こりうることとしては、運動をしたりとかサウナに入ると、発汗量がすごく増えます。で、それによって、脱水症状というのが、起こる可能性というのが高くなってきます。また同時に糖質制限をする方もいるかと思います。で、糖質というのはエネルギー源なんですけれども、糖質を摂取すると体内に、グリコーゲンという形でエネルギーの元として貯蓄されているんですけれども、そのグリコーゲンが不足して、さらに脱水というのが重なってくると、さらに体重減少というのは加速するんですけれども、筋力の低下、持久力の低下といったことが一緒に起こって、高い確率でパフォーマンスの低下というところが心配になってきますので、過度な水制限と糖質制限っていうのは注意しないといけないかと思います。急速減量というのは確かにすごく水抜きをしたりとか糖質制限をすると効果があるんですけれども、その減少幅というのはあまり大きくなりすぎてしまわないように注意する必要があります。特に男性アスリートにおいてはですね、成長期の場合ですと、その成長スピードがすごく速いため、減量幅というのが大きくなりすぎないようにする必要があります。減量しようとするんですけれども、体が成長しようとする分で大きくなっていくっていうところがあるので、そこのバランスというのが減量する前と常に同じだというふうに考えて取り組んでしまうと、思ってる以上の負荷というのが体にかかってしまいますので、特に成長期の男性アスリートというのは、その減らしすぎないように減量するときにパフォーマンスというところも注意深く見ていく必要があると思います。女性アスリートにおいては、極度な減量というのをしてしまいますと、摂食障害ですとか月経異常などを起こしてしまうこともありますので、女性アスリートも注意が必要になってきます。また、計量をしてからその試合までの時間がですね、競技によって違うかと思います。1日空いて翌日が試合という場合ですと、結構回復しやすくなっているんですけれども、その計量から試合までの間が短い場合ですね、この場合というのは減量幅が大きすぎると体重というのも十分に回復せずに試合をすることになりますので、パフォーマンスが戻らない状態で試合をすることになってしまうかと思いますので、回復までの時間が少ない競技の方というのは、減量幅というのはあまり大きくしない方がいいかと思います。階級制アスリートの水抜き減量ありかなしかというお話をさせていただいたんですけれども、 5% から 8% の幅で減量をするというところと、できるだけその急激に落としすぎない時間をかけて落とすっていう風にしていただいた方が、よりパフォーマンスの低下ですとか、それ以外にも脱水とか、そういったところ
のリスクというのが減るかと思いますので、水抜きっていうのはあまり体にはいいかと言われると良くないかと思うんですけれども、とはいえやはり現場ではそういった減量というところが必要になってくるシーンもあるかと思います。ですのでできるだけ減量幅を小さくできるようにして、体に負担少なくパフォーマンスを落とさずに水抜きができるようになるといいかなというふうに思います。いろいろ自分で試してみて、パフォーマンスが落ちない自分の水抜きの幅ですとか期間っていうのを見つけていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。それでは今日は階級制アスリートの水抜きありかなしかについてのお話をさせていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。